Thank you so much for checking out Chris's room 今日はですね I have a question Thank you so much いや本当に質問を送ってくれたんですありがとうございますで質問がねこんばんはいつも YouTube 拝見していますありがとうございます質問なんですが職場で上司とコミュニケーションを取ろうと頑張っているんですが話が続きませんどうすれば人間関係うまくいきますかっていう質問をいただきました ありがとうございますでねちょっとなんか具体的な例があったら教えてくれないって書いたらあのまたちょっとね具体的な例を教えていただいてで今そのね先輩が40代の男性の人で質問を書いてくれた人が20歳の方でちょっとあのランチとか休憩時間の時に会話をしているとすっごい静かな英語で言うと「silence」っていうんだけどなんか 会話が進まないすごい微妙な時間があるんだってでそれについて悩んでいるって言っています。でねあのー、まあ、まとめると僕はこの会話を誰かと会話をしてる時にさ微妙に止まったりする時あるじゃんであれ何か言わないとってそういうことだと,、えー、と僕は理解しております。それについて是非ね 答えさせてていただければと思っておりますでまずですね、ちょっとバックグラウンドで大きい形で言いたいんだけど多分彼が40歳であなたが20歳だったらあの20年のギャップがあると思うんですよね。どうしてもこれはかなり、まあ、ちょっと現実的なリアルな話だと思うんですね。で40歳の男性 でまあ、働いている方だったら結婚してるかもしれない、ね、子供がいるかもしれないで結構大きい不満大きい悩みを抱えているっていうこともあってもう実はあなたとの会話のことを全然気にしてなくて自分の悩みを考えているっていう可能性もあると思うんだよねでもやっぱりコミュニケーションって僕はすごい大切だと思うんですよ。 だからそういうギャップがあってもやっぱり自分が心の中で思っていることは相手に伝えた方が僕はいいって思います。で特にこののケースもその方がいいなっって思って思たなぜかというとやっぱりさチームで働くっていうことは一緒にお互いの夢を叶え合っていくっていうところなので僕はもう個人的には本当に自分の仲間に。 ね、自分の悩みを話すとかこういう感じで、ね、僕は思ってるんだっていうこういうコミュニケーションがあるからこそもっとチームの信頼性が強くなってでもっとチームの行動力も高まってもっといい仕事ができるっていうのはもう本当に間違いないと思うのねだからコミュニケーションはすごい大切じゃあどうやってコミュニケーションを取っていくかっていうところなんですけどあのこの場合だったら 多分その先輩に時間がある時にちょっとお話したいことがあるんですけどって軽く言うと、ね、でそしたら多分「おいいよいつ話したい?」って言って「あいつでもいいですよ」って言ったら「じゃあ今話そうか」とか「じゃあちょっと食事終わって午後7時ぐらいにねビール飲みに行って話そうか」みたいな感じで相手が怒っていない時に話す相手がなんかすげえ悩んでない時気分がいい時機嫌がいい時だよね機嫌がいい時に話す。 で話し方なんだけどあのまず事情を説明してで次に自分がこう感じれるって説明してで最後に相手の、まあ、リクエスト相手にリクエストを言うとか相手どう思いますかっていうふうに聞くっていうシステムが僕は一番いいと思います。でどういうことかというと、まあ、例えばこの場合だったら ね、先輩にじゃあちょっと後で話しに行きましょうっていう感じで機嫌がいい時に例えば、ね、居酒屋でビール飲みながら話すとかもありかもしれないねその時に、ね、先輩あのちょっと僕あの、まあ、心配していることがあってあのよくあの先輩と休憩前とか休憩中に話すじゃないですかよく「うん話すねで」その時に たまに僕だけかもしれないんですけどなんか話が止まるっていうかなんか微妙にこの沈没っていうのかなこのサイレンス沈没このサイレンスの時間があってで僕はそういうのがあるとすごい心配するんですよねってでどういうふうに心配するかっていうとそこは自分でちょっとワークして何について具体的に心配しているのかっていうのを説明して。 でその後に「どうですか先輩僕気に心配しすぎですかね気にしなくていいですかね?」って言ったら多分先輩も「ああごめんごめんそんなに感じてんなごめんね <laughs> そんなに全然気にしなくていいよ」って多分言ってくれると思うんだよねだからまずその「こういう時がありますよね」って言って自分の感情が入っていない「こういう時」の事実を相手に伝えるこのことを話していますってで 次は私の視点僕の心から見るとこういうふうに私は心配こういうふうに感じてるんですこのケースだったらちょっと何か言わないといけないっていう心配したりとかまあコミュニケーションがいってないからっていう心配があったりで最後に「先輩はどう思いますか?」っていう形で「XYZ」みたいな形でこの3ステップでコミュニケーションを取ると、まあ、まずこの3ステップのコミュニケーションだったら結構いろんな別の相談とかもいろんな人にできると思うので これが私のまず一つのおすすめの答えっていうのかなです。でね、もう一つ面白いのがあるんですよ。それはこの silence。何にも会話が進んでいないっていう時間は実はね、すごい時間なんだよ。I know. Just 説明します。えっと、あのエッカー・タトル先生っていうすごいスピリチュアル的でもうすごい先生がいるのねで。カナダに住んでるんだけど、この間彼のサイトを見てて、彼のパートナーにケンエングっていう女性の先生がいらっしゃるんですよ。で、その時たまたまビデオがあったのね、彼女の。彼女がこういうふうに言ってたの。もし誰かと 会話をしていていその微妙な silence その会話が進まないっていうこの微妙な時間があったら何にも言わずにそのままその時間を受け取りなさいって言ってたんですよでこれはすごい大切なことなんだよって言ってたのねでこの質問が来てちょっとそのビデオも思いは 出してちょっと自分のワークもしてちょっとあのいろんなことが見えてきたんですけどこの話が進んでいないっていう時間にもちろん、ね、相手をそのまま受け,受け入れるその時間そのその時の今をそのまま受け取るっていうことをやってもらいたいんですけれども実はもうちょっと深いのがあるのよと思ってるの。 どういうことかというと例えば僕も昔たまにも今もあるんだけどすごい年配の人と、ね、ビジネスのお話とかしてるとやっぱりどうしても会話が止まるっていう時があるんだよねすごいビジネスが上手な人ですっごい男前で素晴らしい人とかと話してるとどうしてもこういうのがあるわけよ。僕よりも20年ぐらい、ね、年上でもう本当に相手はこんな感じなわけよ。 すごい微妙じゃんで僕もうわパニックしちゃっていやいやなんか言わないといけないなんか会話のトピック出さないといけないうわー緊張するみたいな感じでなんかパニック状態じゃないけどそういうこっちに行っちゃうんだけど僕もこのワークをやって、ね、分かったのはね具体的に僕何を心配しているのかっていうことを考えることだと思うんですよ。で僕のおすすめは、ね、今あなたが本当にこういうい 微妙に会話が止まっちゃうっていうことであってパニックとかに心配し,て心配し始めたらあなたたは何についいいいてててて心配しているののかっていうのを考えてもらいたいんですで,できればこのビデオが終わったら時間がいい時に、まあ、ジャーナルみたいなのを取り出してペンで実際に書いてもらいたいのね何を心配しているのか3つ書いてもらいたいんですよ。 例えば何か言わないと俺変なやつって思われちゃうかもしれないできないやつって思わ,れ思われちゃうかもしれない会話ができないやつって思われちゃうかもしれないとかそういうのをまず書き出してほしいのねで例,えば例えばね,ねその変なやつで変なやつと思われるっていうのを恐れているっていう場合にしましょう Is that easy to understand?、Yeah? だから変なやつ会話が止まっちゃうと相手が僕のことを、あ、会話できない変なやつだなって思われるのを怖いと。それがあなたが本当に恐れていることにしましょう。そうすると、ね、これがわかるわけよ。自分は変なやつって思われたくない。っていうことは、今の自分で認められたいっていうことなんだよね。 今のままで変なやつじゃなくて今のままで認められたい認められたいから何かを言って変なやつって思われないようにして認められるためにカバーをして会話をするっていうところが見えてくると思うんですよちょっと深いんだよね分か,りく分かりにくいかなわ<や>かるくよくありますので うーん大丈夫分からなかったら説明もうちょっともっともっと説明するしますぜひコメントで教えてくださいだからやっぱりその自分が今のままだったら認められないかもって思っちゃって例えばそれが変なやつって思われたくない会話ができないやつって思われたくない、ね、女性だったらいや俺できない男って思われたくないだからなんかこういう何かをやってこれをリカバーしないとっていう。 そこのモチベーションが入ってるかもと思うんですよね。で、これが見えるともう一つ大きいのが見えるの。それは自分を、今の自分を今のまま認めること。自分で今の自分を最高だって認めること。これは本当に人生の課題だと思うんだよね、僕は。 自分を愛するで。よく考えるとさ、ね。How can you help other people?How can you love others if you can't love yourself? どうやって他の人を愛して、他の人の役に立って、他の人を手伝うの困ってる人が、もし自分のことを愛してることができなかったら。ね、自分のことを愛して、自分に愛が入っているから、それで、 他の人をもっと愛せるっていうことがあると思うのが、と思うんだよね。だからその自分を受け入れて自分を認めているっていうことは人生の課題で,でこれは自分で自分を認めいるっていうワークを続けてもう常に続けていかないといけないで本当に続けていってで習慣になっていくで習慣になると自分のサブコンチャス無意識がもうそれをカバーしてくれるのね。 で何があってもいやいや例えば僕だったら、ねまあ、僕だったらって言ったらちょっと失礼だけど例えばこういう練習をやってる人は、ね、これを何年間も何年間もやっていくうちになんか変な悪口が入っても自分の無意識は「いやそんなことねえよ俺は俺なりにすげえいいやつだよ」 俺は悪い奴ないよ。でわ、悪いことを言われても、OK。じゃあこの人が悪いことを言ってるかもしれないんだけど、ひょっとしたらなんか僕がやっていることで相手に傷つけたかもしれない。なんかここでワンポイントアドバイスだけ受けて成長できるチャンスはあるかもしれない。で、そのポジティブなところだけを受け取って、で、そのネガティブでお前バカだな、できないやつだな、とか言われても、 それはブロックして、そのポイントだけを受け取るっていうこともできるようになってくると思うんですよね。これは実際に僕も、あの今修行中です。<laughs> 私ができるって言って。一切言ってないです。もう本当に。あのいろいろやらさせていただいてます。で。もう一つ、自分で自分を愛するっていうところ。の一つで。すごい大切だと思うのは。自分の仲間。自分に近い人たちに。 距離が近い人たちに自分を認めてくれる人たちを集めるでその人たちの力助けを求めていいっていうところなんですよ、ね、だから例えば、ね、自分の恋人ね自分の恋人が何があってもいつでもあなたは、まあ、何があってもって言ったらちょっとおかしいんだけど、ね、普通の場合は、ね、あなたが 本当に素晴らしいって思っている恋人がいてくれるとするそういう奥様がいてくれるひょっとしたら子供かもしれないよ自分の子供は自分のパパは最高だって思ってるかもしれない自分のママは最高だって思ってるかもしれないその人はあなたをあなたのまま認めているんだよねそれが恋人彼氏彼女奥さん妻ねあの旦那さんとか子供とか で親もそういうサークルに入れた方がいいと思うんだよね、できれば。うん、最近、なんかね母親とそういうコミュニケーションがうまくいっててなんか母親が今の俺を認めてくれるっていうのはもう本当に女性のすごいなんか僕にとって大切なことなんですよ。であと自分のスタッフチームだよね、仲間。 仕事の仲間とかも自分を自分が本当にできる人だって思ってくれて応援してくれている。で、もし自分の気持ちがうわーってなってきて、今日、ちょっとな、この出来事があって、俺、全然自信がないなって言ったら、仲間にちょっと、こういう悩みがあるんだけどって助けを求めるっていうのはできると思うのね。でちゅうか、できるんだよ、うんで。僕もよくやってるよ。 よーくやってるよ、ちょっとさ、スタッフミーティングとか言って、ごめん、俺、ちょっとね、ボコボコに言われちゃってさ、<laughs> みたいな感じで、でみんながサポートしてくれてで、それをお互いにやるんだよね。で相手がボコボコになってたら、もちろん手を出して、ね、助けるし、自分がボコボコになってたら、ねて、手出して助けてもらうっていう、そういう環境が自分の周りにあると、素晴らしい、素晴らしいことで、僕は本当にそれがあると、もう人生、 最高にあると思ってます。じゃあ実際にね、ごめん、最後に、実際に、この、誰かと話していて、で、会話が微妙に止まっちゃったっていう時に、実際にどうすればいいのかっていう、ちょっとね、テクニックを思いついたので、それをシェアさせてください。これがビデオの最後です。Alright. So, let's say you're in the zone. You're having this conversation with your joshi. Okay? You're back. ごめん、英語になっちゃったね。 日日本語日本語語、right. so, たまに、ね、スイッチするのが難しいんだよ。ごめん All right. であなたがその上司と休憩時間に会話に会話,が会話が始まる場所に行くっていうことになったとしましょう。で休憩時間であ来た来たその微妙に会話が止まっちゃう時間が来たとします。All right. 他の人も自分の場合だったらどういうふうになるかっていうのをちょっと未来を想像してみてちょっと一緒にこのワークやってみてくれるとすごいあの嬉しいです会話が微妙に途らうるのが来そうだな来そうだなってパッて会話が止まっちゃいました<え>このケースだったら上司とこの時に何をやってもらいたいかっていうとその時の今をそのまま受け,受け入れる 受け取ってもらいたいたんですよ何にも変えない、ね、そうすると頭があこれ行った方がいいじゃんこれ行った方がいいじゃんっていうのをまず気づくと思うのねおお来てる来てるパニックが来てるわってでもできれば深呼吸特に鼻からの呼吸4秒吸って4秒吐き出すっていうのはすごいいいテクニックだけ、ね、どう緊張する時に呼吸を使って今のままを受け取いる そののままの相手を受け入れるでここでちょっとテクニックがあるのね。はい。I want you to pretend like you got a big ass dog in front of you.OK?OK?、Okay. Okay. ちょっとね、ちょっとこの場所から離れて別のところをイメージしましょう。してみてください。あなたは森の中を歩いています。OK? 森の中で散歩しているのね。 でちょっと狭いトレールがあって、そこを歩いてます。バーって気づいたら、でっかいめっちゃ怖いジャーマンシェパードが出てきます。ジャーマンシェパードが、こうやってあ,あなたの本当にもう5メートル前まで来るわけよ。でこうやって止まるので。ニコって座ってるんじゃないよ。こうやってあなたを見ています。おっきい犬とフェイストフェイスで会ったことある。知らない犬と。めっちゃ怖いぜ。 で、犬は恐怖を感じたらアタックするんだよ。噛むんだよ。こういう犬もいるんだよね。恐怖を見せたら攻撃する、噛まれるっていう、噛むっていう犬はいるんだよ。で、なでなでかわいいかわいい犬って言ったら、また噛むわけよ。じゃあどうするって言ったら、その場所に、その時の今に、そのまま いるしかないんだよ。Just be present in the moment その時のままその時のままに何にもしないでいるだけその時を感じる攻撃もしないなでなでもしないそこにいるだけそうすると その犬は相手のことを尊敬するんだよねだそのような感じでもう大きい犬が目の前にいてもう手を出したら噛まれる恐怖を出したら噛まれる焦ったら噛まれるっていう感じでこの会話が止まっちゃった時にそういう感じでやってみてもらいたいんですよそのような目の前に犬がいるみたいな感じで会話が止まったら Just be. Just be in the present moment. 幸せにならなくていいぜ。恐らなくていいぜ。何もしなくていい。Just be in the present moment. でその会話がないなっていう時間をそのまま受け入れること。それをぜひやってみていただきたいと思います。うん、Alright. So thank you so much for your question. 本当にね、僕もね、この質問のおかげでいろんなあのことを 考えることができて、いろんなことを気づいて、本当に感謝しております。ありがとうございます。Alright, and if any of you guys have any questions, もし何か質問があったら、ぜひぜひあの、アットラインに送っていただければ幸いです。でもし、今のビデオでなんかちょっと分か,りにず分かりづらいこととか、フィードバックとか、なんかこういうアイディもいいんじゃないみたいなのがあったら、ぜひ教えていただければ幸いです。Alright, thank you so much for checking out the video. Always follow your heart. and I'll see you in the next video.